ひもつき山地は九州南部の大隅半島南端部に横たわる山地である。国見山地などとも呼ばれる。北東から南西の方向に約5 0キロメートルの長さがある。山地の北側には肝もつき平野が広がり、北東側は渋士湾、南東側は大隅海峡、西側は鹿児島湾に面している。鹿児島県南大隅町、近江町、 木もつ町、か屋市にまたがる。南部海岸沿いは黒潮に現れるため陶器も比較的温暖な気候であり、亜熱帯の植物が多く見られる。稲尾岳の山頂付近には、小洋樹の原生林が広がっており、森林生態系保護地域に指定されている。かつては木炭、小農などを産出しており、森林鉄道があった。高山町では、 椅子の木を用いたバンが製造されており、大隅バンとして知られている。海岸に露出する河口岩かつて、九州山地の延長線上にあった山脈が、地殻変動によって分断され独立した山地となったものが、肝付き山地である。山地の大部分は、大隅河口戦力岩と呼ばれる河口岩、または戦力岩からなっており、九州南部においては、薬島、 大崩れ山と並ぶ大規模河口岩自体である。河口岩は1200から1400万年前に形成されたものであり、風化が進んでいるために崩れやすい。北西部にはアタカルデラから噴出したアタカサイ流を起源とする溶血業海岸が分布し、南西部の里岬周辺は古代三季に堆積した地層からなっている。ありがとうございます。